マドレーヌブレマドレーヌブレは1875年にフランス人女性として最初に医師免許を取得した女性である。ブイアーギュに生まれた。父親は馬車職人である。幼い頃にニームの病院を手伝い、転職を見出した。修道所に薬草の使い方を学んだ。当時の習慣に従って15歳で結婚した。1866年に パリ大学医学部部長のアドルフ・ピュルツに医学部への入学を頼んだ。入学は認められ、改明のシンボルとしてナポレオン三世の皇后、ウジェニード・モンティジョー役を教育大臣の講演を受けた。夫婦戦争中にインターン訓練を受け1875年6月3日に医師免許を取得した。フランスではイギリス人婦人のエリザベース・ギャレット・アンダーズンが 医師免許を1870年に取得しているが、ブレはフランス女性としては最初に医師免許を取得した女性となった。パリの看護学校の教師として働き、夫人と子供の健康に関する雑誌を運営し、いくつかの著書を執筆した。託児所の組織、運営の研究のためにスイスで研究し、フランス最初の保育園の設立に貢献した。ありがとうございます。